Airbnb の使い方、メリットデメリットや後悔しない宿泊先の選び方。こんにちは、こんばんは、サリノです。今日の動画は Airbnb の使い方ということで、 Airbnb のメリットやデメリット、後悔しない宿泊先の選び方を解説していきます。Airbnb は世界中で利用されている自分の家や部屋を貸し出すことができるサービスです。ホテルや旅館とは違って特別な体験ができるので、旅好きな人たちにとって知っておいても損はない選択肢の一つかなと思います。ぜひ最後まで見てくれると嬉しいです。このチャンネルでは1年の半分以上旅する暮らし方をしている私がお得に旅する情報や旅の Vlog などを上げています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではスタート。早速 Airbnb について語っていきたいんですが、もしかしたらこの動画で初めて Airbnb というものを知ったという方もね、いてくれるかもしれないから、ざっくり使い方を説明しておくと、そもそも Airbnb というのはサービスの名称で、こんな感じでウェブサイトから利用することもできるし、こんなアプリもあります。どちらにせよ Airbnb を使うときはまずアカウントを作らなくてはいけなくて、アカウント作成時にはメールアドレスやフルネームを入力することになります。この時に本人確認作業というのが発生して、政府発行の身分証明書、パスポートなんかが必要になります。なので国内旅行でホテルを予約するときみたく、サクッと5分10分でできてしまうっていうものではないので、利用するときは予定よりもちょっと早めに手続きしておいた方がいいと思います。続いて Airbnb を利用するメリットとデメリットをご紹介します。まずはメリットから。1つ目、宿泊費用が安く済むことが多い。まあね、宿泊費用って時価なので確実とは言い切れないんですけど、まあ比較的ホテルとかよりも安く値段が設定されているケースが多いような気がします。2つ目、選択肢が豊富。 Airbnb は世界中で利用されているので、本当に様々な宿泊施設が登録されています。見渡す限り自然みたいな山小屋だったり、アート作品でいっぱいのデザイナーズルームだったり、すごくフレンドリーで面倒見のいいおかみさんがやっているゲストハウスだったり、本当にいろんなものがあります。3つ目、ローカルな体験ができる可能性がある。 Airbnb で宿を提供している人たちをホストと呼ぶんですが、そのホストが体験プログラムを提供していることもあります。 Airbnb って宿泊先を探すことももちろんできるんですが、ローカルホストといってガイドさんみたいな感じで、その土地に根付いた観光名所を案内してくれるサービスもあるんですよ。それで体験できる内容は様々なんですけど、例えば一緒に市場に行ってくれたり、地元民に大人気な飲食店を紹介してくれたり、いろいろローカルな体験ができたりします。4つ目、かしこまらず家庭的な雰囲気の中で宿泊できる。 Airbnb の宿泊施設はホテルとか旅館みたいなザ泊まる場所っていうところもあるんですけど、どちらかというとゲストハウスとかマンションの一室みたいなところが多い印象です。なのでキッチンやリビングルームがあったりとか、すごくアットホームな雰囲気なんですよね。自炊みたいな自分たちで料理をすることもできるので、同棲とか結婚前のカップルで利用するなんていうのもいいんじゃないかなと個人的には思います。5つ目、ホストとの交流ができるところもある。これは主に海外かなと思うんですけど、 Airbnb をしている人って宿泊者と絡みたい人も一定数いるなって思うんですよ。なので具体的に言うと、そのホストの方がやっている飲食店でお昼を食べてちょっとした会話が弾んだりとか、地元の文化を教えてもらったりとか、そういう交流が生まれるなんてことも結構あるなっていう印象です。以上が Airbnb を利用するメリットかなと思います。総じて旅先でどんどん人に絡んでいきたいっていうタイプの人なんていうか、コミュ強の人はすごく Airbnb に向いてるだろうなって思います。と言っても、私は今まで海外で数回と神戸で数回、あと大阪で数回か使ったことがあるんですけど、どれもマンションの一室を勝手に使ってくださいっていう感じで、ホストの方とは全く関わり合いがなかったので、そういう使い方もできるんですけど、お友達とかを見ているとホストの方にガンガン絡みに行くぜみたいなタイプの方がすごく楽しんでるなっていう印象はあります。逆に言うと私みたいな使い方もできるってことですね。そんな小話も間に挟みつつ、デメリットもまとめておきます。1つ目、安全性がちょっと心配なところ。まあね、 Airbnb に限らずどんなものを使っても怖い人っていうのは一定数いるものです。なんだけど Airbnb でよく聞くところだと、写真と実際の雰囲気が全く違ったとか、キャンセル時の返金がされなかったとか、チェックイン前にホストと連絡がつかなくなって結局チェックインできなかったみたいな話はちょこちょこ聞くので、そういうことが起こり得るっていうことは知っておいた方が安全かもしれないですね。2つ目、清潔さの問題。
問題。まあこれはね、海外のホテルだったら別にホテルだからってすごく綺麗なわけではないから、エアビーでもそんなに気にすることないんじゃないかなって正直思っちゃうんだけど、日本のホテルってとてつもなく綺麗じゃないですか。だからそれと比較すると、エアビーってどうしてもその道のプロというよりかは、気のいいオーナーさんが宿泊スペースを提供してくれているみたいなニュアンスだなと思うので、ちょっと潔癖気味っていう方にはあんまり向かないかもしれないです。3つ目、プライバシーの問題。まあ、これに関しても人と距離感をしっかり保っておきたいっていうタイプの方はそもそもエアビーに向いてないんじゃないか説もあるなとは思うんですけど、エアビーの場合はマンションの一室を貸してもらって、その同じマンション内にホストさんが住んでいるとか、同じ施設内に誰かいるみたいな状況がまあ普通にあり得るので、一応そこのところも知っておいた方がいいかなとは思います。はい、ということでエアビーについてうだうだと語ってきましたが、ここからはね、具体的な使い方ですよ。実はね、エアビーかなり使いやすいんです。もう本当に簡単で、こんな感じの画面になるんですけど、目的地、日数、日程、人数などを入力して検索をかけます。フィルター機能を使うと予算とか設備とかに応じて絞り込むことも可能です。そうそう、エアビーはね、ホテルや旅館、ゲストハウスももちろんあるんですけど、どちらかというとホストが管理している部屋をお借りするみたいなニュアンスの方が近いかなって感じなので、宿泊先ごとにルールが違うんです。具体的にはチェックインの時間や方法が特徴的だったり、アメニティがあったりなかったりします。喫煙禁煙のルールが決まっていたり、騒音対策として夜間に出入りが禁止されているみたいなところもあったりするので、できる限り予約前に確認しておいた方がトラブルの元にはならないかなと思います。ここからは実際にエアビーで宿泊先を選ぶときに確認しておきたいポイントを語っていきます。ルール以外にもエアビーの場合は予約確定前にチェックした方がいいだろうなって思うポイントがあるんです。ということで一つ目、まずはレビューです。いや、ホテル選びの時もレビューの確認は大事なんですけど、エアビーの場合はみんな赤裸々にレビューを書いてくれているので、ぜひ参考にしましょう。単純な良し悪しだけではなくって、賑やかでフレンドリーなホストさんなのか、プライベートを尊重してくれるホストさんなのか、そういう雰囲気みたいなところも知れるので、自分に合うところを見つけるためにもレビューは一旦見ておきましょう。個人的には数あるレビューの中でも、自分と同じ文化圏とか同じ性別の人が残しているレビューを信頼度高く見るようにしています。二つ目は価格です。もちろんね、予算に合わせて宿泊先を選んでいるとは思うんですが、エアビーの場合はその都度清掃業者に頼んでいたり、ホストさんが直々に清掃していたりすることもあるからか、まとまった期間の予約であればあるほど割引が入る印象なんですね、個人的になんですけど。もちろんホテルもそういう部分はあると思うんですが、よりエアビーの方が変則的かなと思うので、あと一泊延長すれば割引が入ったみたいなこともありえるかなと思うので、今一度確認してみてください。3つ目、チェックインアウトの時間や方法。チェックインチェックアウトの時間をホストが対応できる日中の時間帯だけに限定している宿泊先も結構こうあるので、困ったことにならないようにぜひ確認しておきましょう。またチェックインの方法として、ダイヤル式の特殊なキーを使っていたり、タブレットを使って暗証番号を入れると番号が発行されるみたいな仕組みを導入していたり、本当に宿泊先によって様々なので、そのあたりも当日までに確認しておけると慌てることが少なくなるかなと思います。まあ大体のホストさんが地図を画像で送ってくれたりとか、詳しい操作方法をメールで教えてくれたりするんですけど、海外旅行の場合はそれらが英語で書かれているケースがほとんどなので、そのあたりもやっぱり当日慌てないように、そういうものだって思っておいた方が安心かなと思います。4つ目、周辺情報。エアビーで予約できる宿泊施設はホテルとは違って住宅街のど真ん中とかにある場合もあります。なので行きたい観光地や使いたい交通機関との相性も事前に調べておいた方がいいかなと思います。特にね、安さ重視で選んでしまった時は、地元の方からしたらすごい治安が悪くて、つまり家賃も安いみたいな場所である可能性が高いので、観光客が一人でフラフラしてでも大丈夫な場所なのか、
ぜひ確認してみてください。5つ目、設備やサービスの種類。具体的な話をすると、キッチンがあるからといって食器がどの程度あるかはわからないですし、洗濯機があるからといって洗剤まであるとは限らないでしょ。ベッドも何組あるかわからないので、どこまでどんな設備が整っているかはぜひちゃんと確認しましょう。人気の宿泊施設とかだと、レビューにこんなものもあった、あんなものもあったって喜びの声が溢れていたりもするから、すごくわかりやすいと思います。はい、ここまででいい感じの宿泊施設が見つかったのではないでしょうか。最後にね、Airbnb を利用するにあたっての注意点をまとめておきます。若干繰り返しになってしまっている部分もあるんだけど、総合的なまとめとしてシェアします。利用にあたっての注意点、一つ目は宿泊先の情報をしっかりと確認すること。宿泊先の写真やレビューはしっかり確認しておきましょう。ホストのプロフィールも凝ってる人はかなり凝ってるので、読んでみると面白いと思います。二つ目、ホストとコミュニケーションを取る。ホストの方とは宿泊前からメッセージでやり取りができます。わからないことがあったら事前に聞くこともできるので、不安は解消しておきましょう。まあ 100% ではないんですけど、こっちがどんなホストなのかわからなくてドキドキしながらレビューとか見てるのと同じぐらい、ホストの方もどんな人が泊まりに来るかわからなくてドキドキしているっていう面もあるかなと思うので、挨拶ぐらい、お世話になりますぐらいのメッセージを送っておいて損はないのかなと思います。まあもっとビジネスライクにやっている人も結構いるんですけどね。三つ目、安全面に気をつけること。いやもうほんとエアビーに限らず、旅ってリスクがあるものだとは思うんですけど、火災とか地震とか、ホテルだったらホテル単位でどういう対応をしようとかマニュアル化されているとは思うんですけど、エアビーはニュアンスとしてお家の一室を借りているみたいな感じではあるので、もしもの時は自分でどうにかするぞみたいな意識を持っておいた方が困らないのかなとは個人的に思います。といってもね、具体的には周辺情報を確認しておくとか、交通の便がどうなってるか確認しておくとか、そういうことかなと思うんですけど、そんなね、特別なことじゃないんだけど、まあリスクヘッジはするに越したことないかなと思うので一応挙げました。最後4つ目、宿泊先のルール。いやこれはね、本当に守らなきゃいけない。エアビーの宿泊先にはそれぞれホストが設定したルールというものがあります。例えば禁煙、ペット禁止、パーティー禁止、夜中の騒音禁止などなど、いやこれはね、守った方がお互い気持ちよく宿泊できると思いますので、そんなこと言わなくてもみんな守るとは思うんだけど、一応気をつけましょう。はい、ということで Airbnb に関していろいろ語ってきました。これから Airbnb を使ってみようかなって思っている方の参考になれば幸いです。最後まで見てくださってありがとうございました。このチャンネルでは引き続きお得に旅する情報やホテルのレビュー、旅の Vlog などを上げていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではでは、皆さんはエアビー使ったことありますか？私はね、ほんと1ヶ月とかまるっと借りて、その土地で暮らしてるみたいな利用の仕方ばっかりなんですけど、いや、どれも楽しかったな。特にね、神戸で泊まった時が楽しかった。神戸にある中華街の近くのマンションの一室をまるっと借りていたんですけど、港をお散歩したりとか、中華街散策したりとか、いや、よかったな。そういう感じでね、簡易的に1ヶ月単位とかで、プチ移住みたいな楽しみ方もいいんじゃないかなって個人的には思います。